ましたね。マイトです。アウの松本です。いつもありがとうございます。いや、もう食べ飽きましたかね、多くの人は。もう私大好物なんですよ、数の子。もうね、もうお正月から散々食べてますけど、飽きない飽きないなぁ、数の子大好き。はい、で数の子、今日そんな数の子使って、皆さん意外と知らないんじゃないですかね、数の子のこんな美味しい食べ方。ポテサラ食べたことあります？数の子のポテサラがうまいんですよ。でこれも食べ飽きた方なんかもいいかと思いますし、なんかね、ポテサラ好きな方なんかはぜひでもね、これトライしていただきたいですね。数の子のポテサラの作り方をお届けしますんで、最後までよろしくお願いします。それではもうね、これ見るだけでよだれ出ちゃいますよ。もうこのままわさび醤油でつけて食べてもいいし、だしつけてもね食べても美味しいし、数の子大好物の数の子来ましたね。結構多めに入れたいと思いますね。じゃあ分量いきましょう。もう具材は至ってシンプルですね。じゃがいもが3個で、人参、これまあ大きくちっちゃかったら半分ぐらいでいいと思います。ちょっと太かったんで1/3で、玉ねぎ半分に、きゅうりが半分、これぐらいですね。はい、でこれに対して、これもお好みですけどね、数の子好きな、もうゴロ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 味わいたい方はね、3本ぐらいいきましょう。でちょっとでいいなと思ったら1本2本でも問題ないと思います。せっかくなんでね、今日は私が数の子大好きなんで、数の子多めで作っていきます。はい、それではじゃん、曇った。はい、まあ曇ってますけど入れていきましょう。はい、蒸し器の中にじゃがいもと人参、ではこちらで大体20分から30分火が入るまで蒸していきます。それでは蒸してる間にきゅうりと玉ねぎを刻んでいきます。この種、全然あってもいいんですけど、食感がですね出るので、この種は抜いていきます。はい、このように種を抜いていきます。こちらをですね、一回水抜きしていきますね。塩でよーく揉んでください。で水分をこれで取ります。ここまでしんなりしてきましたら、水でさらして塩を抜いてよく絞っていきます。はい、ではそれで水にさらし終わりましたら、これをですねしっかりと絞っていきます。ここがポイントです。これは絞りましょう、思いっきり。はい、で最後はリードペーパーやさらしでまたしっかり最後絞っていきます。このね、水気をどんだけ切るかでね、ほんと全然変わってきますんで、ポテトサラダの味が、そしてこのきゅうりと玉ねぎの食感も全然変わってきますんでね、しっかりこれぐらい絞ってください。では30分経ちました。香りもいいですね。じゃあ開けていきましょう。蒸し上がる香りっていうのがあって、香りもいいですよね。でこう串を通してスッと入れば OK です。ナイスです。はい、じゃあこれで粗熱を取って皮をむいていきましょう。あったかいうちに剥くのがポイントです。このおしぼりで、まあ、タオルやさらしなんかね、ペーパータオルなんかでもこうできますんで、こうやって剥いていきましょう。簡単に剥けますからね、これ男爵。こんな感じです。あと人参もこう剥けますから、皮が、はい、人参も皮を剥いていきます。こんな感じ。
気持ちいいでしょ。なんか日焼けの皮むくみたい。こういうのやってると、あのあれ出店のジャガバターで飲みたくなってくるの僕だけですかね。聞かなかったことにしてください。じゃがいもあったかいうちに崩していきましょう。うん、いい香り。お好みでいいと思うんですけど、数の子が主役なんで結構細かく、あんまりじゃがいもの食感残らないようにした方が数の子の食感が生きると思います。人参は潰すんではなくカットして、ちょっと形を大切にしながらいきましょう。はい、それでは入れていきます。軽く優しく、あの人参があんまり潰れないように、ここで塩コショウをお好みで振っていきます。あったかいうちに塩コショウをやるのがこれポテトサラダのポイントです。そうするとこの塩コショウのあたりがですね丸くなりますので、塩とコショウをなじませましたら、もうちょっと熱を取っていきます。人肌ぐらいまで落としていきましょう。粗熱が取れましたら数の子入れていきましょう。数の子は包丁で切ってもいいですけどね、こういうふうにこう手でもう好きな方結構大きめでいってもいいんじゃないですかね。こうボロボロボロっていう、こう食感もいいんですよ。これちぎりながら入れていきましょう。食感と味わいがね本当に変わるんで、ぜひちょっとねこの数の子、松前漬けもこのままも美味しいけど試してみてください。で数の子が終わりましたら、先ほどの、はい、よく絞った玉ねぎときゅうりです。はい、で軽く混ぜましたら、もうこれは適量でいいと思いますね。マヨネーズ、はい、本当これお好みで、もう塩コショウも、この塩コショウを多くしてマヨネーズ減らすことも可能ですしね。でからしも少々、これわさびでも面白いですよね。わさびでも、まあ、今日コク出すためにちょっとからしでいってますけど、わさびだとちょっとさっぱり仕上がります。はい、いい感じですね。はい、ではもうできましたんで器に盛り付けていきましょう。完成しました、数の子のポテトサラダです。いやいやいや、もう数の子大好物でポテサラ大好物だから、これやばいね。はい、それでは大好物、まだ味見してないんですよこれ。じゃあ味見していきたいと思います。いただきます。このゴロッとした数の子はねたまんないでしょ。それではいただきます。うまっ、これハマりますよ。これめっちゃめちゃうまい。これ食感がうまいな。これもねぴったりでしょ、ポテサラとビール。週末どうですか皆さん。それでは乾杯。もうね幸せすぎる。いや、やっぱね食感がいいな。食感と味がもう止まらない。うん、このプチプチ弾けてる音が聞こえてればいいですよね。うん、うまい。いやうまい。もうちょっと、もう皆さんが数の子あげるぐらいまではこのポテサラをちょっとやりたいと思います、お店でも。ということで皆さん
この数の子のポテトサラダ、皆さん作ってもいいですし、まあ、もしちょっと軽く飲んで食べたいなと思ったら店来てやってください。それでは皆さんお待ちしております。どうも今日もありがとうございました。素敵な一日を。